今日はね、二頭のトレーニングをお見せしていきます。でまず1種目目がこれ、ケーブル、ケーブルのアームカール、アームカール。1種目目は大体ね、ケーブルを入れてています。もうこのままストレートバー、このバーで、で肘をここで固定したまま、ちょっとチーティングを最初使う、うん、ここでギュッと収縮、結構重め、重めかな。でも10回ぐらいできる回数で、うん、最初からチーティング使うの、うん、ちょっとだけね。チーティングっていうのかな、リズム、うん、チーティングなんだ、なんか俺の中でリズムがあるよ。あ、なるほどね、うん、ここで持つときにね、今意識してるのは絶対ここの、ここで持ち寄る、こう手のひらのこの真ん中、あ、結構ね、こうやってみんな適当にこうやって持つ人多いね、うん、で、指先とかで持ってさ、こうやって横目のこんな感じ、うん、でしっかりここで持って、腹で持って、で、絶対小指に力入れてるから、小指意識ってこと？そう、小指意識。で、で手首をこう曲げたり伸ばしたりせずに、このまっすぐ、手首がまっすぐの位置で肘固定して、腕5セットのまま長い、まま長くない、やっぱり俺はあれってその、あんまり種目ちょっとわからんけど、めんどくさいし、いろんな種目して、まあ、なるほどね、一つに絞るというか、少なく絞る感じ、自分がこれが効くっていうのをちゃんとやる、ね、多くやるというか、そうそうそう、やり込むみたいな、そうそうそう、わからんの多いよね。昨日休んだけど、今日はもう元気もりもりやわ、力出る、力出る、うん、2種目目がこのインクラインアームカールで、ちょっと次が重め、6レップぐらい、おー、うん、結構重めや、重いよ、何キロぐらい、14キロでこの前8、7、6、6、6って言ってるけん、おお、さっき16か14かな、14かな、14もなかった、関係ない、そこであるものでやる、あげろ、お前一応やる、一応ないよ、左の方が弱い、
買ってきた。おお、39センチ。絞って40目指すわな。あれでも一昨年絞った時にさ39ぐらいだった。まああれ半年か。ないと思うで。あれ半年あったっけ？39ぐらいあった気がする。半年測ったっけ？測ったか。してから記録しとけばよかったね。出てきた。三種目目は？ハンマーカール。ハンマーカール。ここやね。ここを狙っとる、一応ワンハンドで、まあ、片方ずつ交互に、うん、で、肩が上がらないようにうん、そこは意識できる。はい、ケーブルのハンマーカールとバーベルのストレートバーベル、ストレートバーの何？アームカール。アームカール。スーパーセット。これで終わりかな？スーパーではない。スーパーではない。なんこれ。まあ毎回言うけど。ん？スーパー拮抗金やけどね。ねえ、スーパーなの。コンパウンドセットとかスーパーセットね。コンビネーションセットとか。周辺に見てもらいたいのがあった。うん、貯金水。うん、やばい、これはもう大変にめっちゃ効く。外側。今までこう、なんか家に入ってるって言ったやん、総合とか。ああ。肩が上がって。ああ。見つけた。やり方、見つけた。マジで悔しかったよ、あの懸垂で。自分のと思うよ。え、ちょっと良くなってるよね。うん、まあ総合には、ね、入ってないよ。入ってない感じはしとるね。この指のどこに力を入れるか全然違う。うん、どこに力入れた？指じゃないやん、そこ。手のひらじゃない。手のひらよ。なんで言った今、指って言った。指のどこに力を入れるかっていう。指じゃない、手のひら。手のひら。うん、外側。こういうイメージ。ああ、外側で握る感覚ね。こういうイメージ。マシンだじゃんよ、こういうの。あ、そういうイメージ。ジムからね、さっき帰ってきて、今ね、ご飯作ってます。今日はというか、ちょっとね、野菜を最近食べれてないので、ちゃんと野菜も取らないとということで、買ってきました。ピーマン、レタス、ほうれん草、しめじ。
でね、さっきね、鶏胸をね、買いに行ったら、また鶏胸がね、なかった。最近多いよな、ないことが。なんで今日はプロテインと卵で、代用します。はい。明日の弁当も、プロテインかな。まあ、プロテインと、まあ、コンビニのサラダチキンとか。はい。まあ、てな感じでね、こうやって僕たち、男二人でね、シェアハウスして、ほぼほぼ毎日筋トレしてね、はい。なりたい体を目指して頑張ってます。この動画を見てね、まあ、動画いいなと思ったり、応援してくれる人がいたら、いいねとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Go ahead and bring a life on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you, I'm wrong, I'm gone.